はい、皆さんこんばんは。今日は4月の26日の、水曜日、ボギーチャンネル。はい、私、日本の心参議院比例第4支部支部長のボギーテトコンでございます。はい、改めましてこんばんは。まあ、今日の南の島、そうですね、昼間はだいぶ暖かかったんですけど、まあ、夕方から急に、まあ、風の方が強くなりまして、まあ、今ちょっと雨も降ってきました。まあ、石垣の方ではもう大変なぐらい、まあ、豪雨が降ったっていうことで、道が冠水してるっていうことなんですけど、まあ、そんな中で今日の朝、私、源ちゃんと一緒にハートクリーンの方行ってきたんですけどね、すごいやっぱりいい反応でしたね。まあ、ハートクリーンやってますと、この返事してくれる車がだいたい8割から9割あの手振ってくれたり、クラクション鳴らしてくれたり、あと敬礼をする方もいました。まあ、軍人があのやっぱり一般人に対して敬礼をするっていうのはやっぱり最大限のこれ敬意を払ってるっていうふうに聞いたことがありますが、はい、敬礼をしてあの走り去っていくあの軍人さんもいまして、まあ、普段彼らがいかに、まあ、嫌な気持ちでこの通りを通ってるのかっていうことをね、まあ、如実に、まあ、感じた次第でございます。まあ、そういったふうにアメリカ人へのヤンキーゴーホーム、ゲラーリ、ファック、なんとかっていう言葉は私たちから見るとヘイトスピーチ、ヘイトクライムそのものでありますけど、彼らからするとこれは表現の自由であり、はい、ヘイトではないというわけなんですよね。まあ、いわゆるアメリカ人は安保条約、地位協定に守られているので弱者じゃない、だからこういった行為をすることは国連で認められているんだっていうトンチンカンな理屈を持ってくるのがいわゆるおっけの左翼の皆さんでございます。まあ、だったらね、堂々とやってることをみんなに見せりゃいいんですよ。ね、こそ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 撮影されたら撮るなって言ってる人たちが何が表現の自由ですか、ね、見せるためにやってるんでしょっていうことになりますよ。それとも多くの人たちに見られたらやっぱりまずいことをやってるっていうことは正義ではないっていうのを本人たちが分かってるっていうことなんですけど、その矛盾にきちんと答えてくれた方は一人もおりません。はい、ツーアウトさんもそのうちの一人でございます。さて、今夜もスタートをしまして160名の方が、見えられております。ありがとうございます。今日も非常にあったかい飲み物を飲みながらですね、はい、キャスの方をやっていこうかと思いますけど、今日は私のメニューは、いつものホットコーヒーではなくてホットレモンティーで、はい、ちょっとおしゃれな BGM って言ったっていつも行くあの水曜日は基本的に、はい、最近見つけたおしゃれな、はい、昭和レトロなカフェでやるつもりだったんですけど、今日時間がなくて、はい、あのあるところに飛び込んでのキャスになっていますけど、レモンが酸っぱいですね。はい、そういった感じで今日も楽しく、沖縄の今日の状況をお知らせをしていただきたい、いきたいなと思っています。まず最初に、はい、南大阪の田舎者さん、こんばんはさん、それと、緑亀さん、三幸姉さんもお見えになっているんですね。それから TUG さん、こんばんは、こでございます。はい、それとシンマンさん、ブラックストーンさんもお見えですね。井野志保さんもお見えになってます。こんばんは、こでございます。それから〇〇さん、〇〇さんに、桑原さんに、龍也さん、はい、そして、吹谷さん、こんばんは、ゴルキツさん、こんばんは、こでございます。淵田モンドさん、こんばんは、こ、はい、ゆい香り栽培シャープ池田くん、こんばんは、こでございます。はい、紅茶の美味しい喫茶店いやー、柏原芳恵さんの曲ですね。はい、可愛かったですよね、当時ね、ファンでしたけど。はい、それと、ミノルさん、カータンさん、ウサコさん皆様、ムールはムールはいやー、あれピッピキピーもかなり受けてましたけど、あれ確かにかなりファンキーな言葉ですよね。謎の言葉っていうことで、はい、あの沖縄県民
のほとんど知らない言葉が、はい、ああいうふうに横断幕に書かれて本当に大変なことになってるんですけど、あれはでも確かに笑えたと思います。はい、それと一平卒さん、石川さん、愛を知る人さん、ターミネーターさん、こんばんは、こん、軍隊いらないですか。だったらそうですね、犯罪に遭いたくないから警察署はいらない、火事になりたくないから消防署もいらないと、ぜひ書いていただければと。はい、それが特急川崎さんに、はい、中佐どうしたんですか、中佐今日なんか疲れたんですかね、私元気いっぱいでございますよ。はい、塩沢さん、こんばんは、こでございます。塩沢さんの手の上に乗ってる何ですかこれ、ハブですかね。はい、なんか怪しげなものが乗ってますけど、はい、あとユーチンさん、こんばんは、キティラさん、どうもこんばんは、こでございます。はい、緑亀さんにマグロさん、ムールピキ、いやーこれ面白いですよね。これね、パヨパヨチン、リルリルフェアリルの次に来るんじゃないですか、このムールピキはね。あれ絶対面白い。カノタンさん、ニラありがとうございます。はい、ホルスタインさん、そうですね、はい、雅子さん、また上京するということですので、ぜひまたいろいろお手伝いはお願いしたいと思います。はい、リスコさん、こんばんは、こ、ケンタさん、はい、こんばんは、こでございます。枝井ひろゆきさん、こんばんは、こ、はい、あとのらりくらりさんもお見えですね、こんばんは、こでございます。もう今日もまた紹介するだけで大変。あ、柏原芳恵さん、南野真也さん、よくご存知でございます。さて、これからまたムールピッキー、皆さん結構こだわってますよね。はい、それからモンドさん、どうもニラありがとうございます。はい、トモさんもこんばんは、こでございます。ということで、私の手元に今あるのが実はこれがあります。ちょっと喋る前にこれをちょっとかじってからいきたいと思いますんでね。ちょっと、ああ、はい、目が覚めました。いや、これレモン、レモンで、レモンでございます。最高級、はい、最高物は酸っぱいですよ。ちょっと目が充血しかけましたね。やっぱり酸っぱい、でも酸っぱいの嫌いじゃない。はい、ということで今日もガンガン行ってみたいと思います。では最初のフリップ、今日のお店をしたいと思います。今日はですね、ちょっと面白いものを、見つけました。これ何かと言いますと、那覇市内の方で配られてるビラを見つけました。トン。はい。これ。人をつなぐ町、着実に前進していますと。那覇市長。はい。那覇市長。やっぱりこの方、共産党だったみたいですね。共産党。だって共産党のビラにこう載ってるわけですから。はい。これのね、上川市長の公約実現を後押しと。あとなんていうか、独自のあなんとか姿勢、あの姿勢を豊かに表現、レインボー那覇宣言パートナーシップ、いやレインボー那覇パートナーシップ、うん、これが政策になるんですかね。はい、保育の質を落とすなって言いながらね、子どもたちに向き合うより基地の前にいて騒いでる教員たちをどうにかしてほしいと私は思ってるんですけど、これの裏面が実はこういう感じ。トン、7議席目指しますということで、いやーこれ今ね、私のところに実は現物があるんですよ。現物ちょっと結構大きなビラでございまして、これなんですけどね、こういう感じでドーンっていう感じで、まあこういったのがもう選挙がまだね、始まってもないのに、7議席目指しますということでやっております。はい、でこれがいわゆる共産党の面々でございます。皆さんトーン、はい、いっちゃいますよ。
なんか石垣の、あ、宮古島の石名千恵美さん、雰囲気に似てる方でございますね。でもこの政党の人たちはなんとなくみんな顔が似てくるような気がするんですけどね。はい。そして私が下せぬっていうのは、やはりこういったあの行政の仕事として、このレインボー那覇宣言パートナーシップ登録実施と、まあこれはいちいち説明するまでもないと思いますけど、まあ、こういったものを政策としてやるというのは私どうかななんてね思ってます。できればそっとしておいてほしい、何か困ったことがあったら助けてやってほしいんだけど、まるでマイノリティが正義のような、そういった取り上げ方、マイノリティを取り上げてあげることが正義だっていうような今のいわゆる左翼のやり方って私はおかしいと思う。逆にねそっとしておいてほしいと、ね、みんなの前に出てこんなねどんちゃん騒ぎしたいと思ってない人もいっぱいいるはずなんですよね。できれば私がならそっとしておいてあげる、そして相談窓口ちゃんと作っておいて、何か困ったことがあったら、ね、力になってあげればいいと思います。でこのビラを撒いたのはまず間違いなくこの人、これ一緒に入ってたビラ、はい、もう未だにですね、あんなに選挙を負け続けても未だに恥もなくオール沖縄っていう名前を使っております。はい、もうこれいい加減にね、あのオール左翼、沖縄っていう名前抜いてオール左翼とかね、オール、マジ基地とか、はい、あとオール反基地ファースト、もうこれからね反基地ファーストって私呼んでみたいんですけど、まさにその通りであると思います。でこれ何になってるかっていうと、中身がこういうアンケートになってるんですよね。まあ、このアンケートを何て書いてあるかっていうと、そうですね、生活はどうなってますか、丸をつけてください、良くなった、変わらない、悪くなった、すごい抽象的なアンケートでございますね。生活の中で特に負担を感じていることについて丸をつけてくださいということで、いろんな税金とか家賃とか住宅ローン、ガソリン代とかクレジット返済とか書いていますね。白間市政をどう思いますか、女川県政をどう思いますか、理由も書いてくれと、安倍政権をどう思いますかと、何ですかこれ、この辺の質問おかしい、なんかおかしくないですかこれ。ね、いやいや、これ実はあのパトリオットアースさん、こいつら伸ばしてくるんですよ。だからもうちょっと油断ができない。今回1人離党してますんで、はい、もともと4人いたんですが1人離党してるんですよね。ですからそのね、今いるオール沖縄の、皮をかぶって、はい、共産党っていうのを隠して7議席狙ってるっていうことなんですけど、もうこういったこと非常にやっぱり非常にうまい、まあ、こういったやり方がまあ彼らのいつもの常套手段なんですけど、ただね、まあ、オール沖縄って言われてる人たちっていうのはやっぱりこういう慈善活動とっても上手、はい、やっちゃいけないことを平気でやる人たちがやっぱり多いですよね。まあ私が最近よく取り上げてるどこぞの知事の息子さんなんかも、はい、慈善活動を始めてるようですし、まあ県政のトップが父親でね、本来であればコンプライアンスの模範を見せないといけない方が率先して公選法違反するんであれば、これは今後どんどんやっぱり手厳しく見ていかないといけないなっていうふうに私は思ってます。はい、そしてこのアンケートを書いたらしっかりとこういう封筒に日本共産党ね、だからはっきり言いますよ、沖縄でいわゆる保守の敵っていうのは社民党とか社大党とかね、民進党じゃないんですよ、共産党なんですよ。逆に言えば共産党を封じるようなね、戦術を取れば選挙は勝てます。はい、彼らの戦術っていうのはまさにゲリラ戦術、はい、ゲリラです。まさに中国共産党の戦い方と一緒で、便衣兵みたいなことも平気でやるし、いわゆる外戦車も軽自動車の外戦車は大体共産党ですよ。ああいったのをね、狭い路地とかに見れてガンガンやってますよ。こういったところをどんどんやっぱり追跡をして通報をして叩き潰していくと
ということをやらないといけない、はい、この手法は、この宜野湾市長選挙とそれからうるま市長選挙でかなり効果を上げています。ですから次のね、いろんな大きな選挙でもこれは組織としてやっぱりやっていったらかなりね効果的だと私は思ってますけど、さて、沖縄の自民党県連さんがその話に乗るかどうか、それとも我々のような一般市民にもうなんていうんですかね、丸投げをして知らんぷりを決め込むのか、はい、これはその時になってみないとちょっとわからないなと思います。さて今日もいろんなニュースが沖縄では飛び交っておりましたけど、私は非常に気になったニュースっていうか、特にまあ私はこれ当たり前のニュースだと思うんですけど、パヨクの人たちが気になっているのがこのニュースですね。はい、辺野古の護岸工事に着手、海域に石材投入、埋め立て第一段階重大局面へということで、はい、沖縄タイムズさんが報道をしております。まあ、それに対して条件反射、光に向かうゾウリムシのように反射したのが尾長知事、はい、尾長知事、辺野古埋め立て開始、サンゴに影響、尾長知事が継承ということで、尾長武史知事は25日の会見で、辺野古埋め立て工事について、各工区が汚濁防止膜で締め切られていないと指摘した。サンゴの移植をせずに工事をすれば濁り等の影響で移植前のサンゴに影響が出る、恐れがある、最悪の場合多くは死滅すると警鐘したということで、次の部分はなぜか有料記事になってます。いや、最近のタイムさん本当にケチくさいですね。はい、でもねこれ私思うんですよ、サンゴの破壊がどうだこうだって言って辺野古のことをこんなに問題にするんだったら、なんでね那覇空港の件では何にも言わないでだんまりしてるんですかね。正直言いまして、辺野古の海域のサンゴの被覆の頻度より、那覇空港沖のサンゴの被覆の方がかなり多かったですよ。これは私の友人のサコムさんが実際その海域で、まあ、遊漁船をしていて、まあ、はっきり言ってることなんですけど、その那覇空港沖の海域っていうのはその真正面にケラマ、はい、渡嘉敷ケラマというね本当に美しいサンゴ礁の島が広がっています。まあ、そこから、サンゴの卵が流れ着いてきて、かなりね濃密なサンゴ礁が沖縄本島の付近にもできてるわけなんですよ。特にこの那覇空港っていうのは真正面にこのケラマが見えるところで、サンゴも多い、そして魚も多かったところ、そこを埋め立てしてるのに一言も言わずに辺野古のことだけにやっぱり文句をつけてくるっていうのは、これこそねサンゴがどうだこうだってお題目なんですよ。もう彼らの正体は反基地ファースト、そうなんですね。環境がとかジュゴンがとかアマモとかそんなこと言ってね、汚濁防止膜なんか言ってそういうことはお題目、頭の中身目的は反基地ファースト、つまりね民間空港で埋め立てるのはいい埋め立て、基地の滑走路に使う埋め立ては悪い埋め立て、環境なんて関係ないんですよこの人たちは。まさに反基地ファーストの弊害、ね。まあ、でもこういったことは今後どん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 明るみに出ていくんじゃないかって私思ってますけど、はい、そういった中でやっぱり発狂してる人たちがやっぱりいっぱいいます。はい、まあ新聞記事ではこのように辺野古規制事実化を図る、沖縄で三市長、選制止強気、政府埋め立て着工ということで、もう早速埋め立ての方実は、はい、入ってしまった。そこですももさんがおっしゃるように反基地ファースト大発狂をし始めたんですよね。はい、大発狂、すごい発狂ですよ。いやもう本当に笑っちゃうぐらい。まあ、実際に工事の様子はこういった感じでございます。トン、はい、金網に入れた、これ石を、こうして沈めていくやり方ですね。はい、ただ石をガラガラガラと入れずにこうしてきちんと網に
これまあ鉄の網だと思うんですけど、まあ、それに積んでこれを沈めていくというやり方、まあ、これだと石が散らばらないようなやり方ですよね。はい、そしてこれを石材を置いてその上に、ブロック等でまあ基礎を作って、そこに、消波ブロックを入れて、内側の水を抜きながら土砂をどんどん入れていくということで、まあ、埋め立て地を作っていくということでね、まあ、私も個人的には海を埋め立てるということはあんまり良しとは思ってません。ただね、ただですよ、最高物さん、そうですね、これは海の上から撮ってる写真ですね。はい、あっち系が多分あっち系だと思います。まあ、私も実際やっぱり魚釣りとか潜ったりするんで、あまり海を埋めるっていうことはあまり良しとは思ってない。しかしね、やはりこれが沖縄が沖縄でしか担えないことの一つだとした場合、じゃあ何が沖縄が負担できるのかっていうと、やっぱりこの日本っていう国の南の守りを固めるのが沖縄の一つの役割だっていうふうに私思ってるんですよね。はい、いやだから沖縄っていうのは地図をね、普段見てる地図を半時計回りに90度回してみたらすぐ分かりますよ。あの広大なね中国大陸から太平洋に出る、その道をこの沖縄諸島を完全に塞いでる形になっている。はい、っていうことはこの沖縄諸島っていうのは非常に戦略上も戦術上も非常に重要なところであり、それをやはり国防に活用しないっていうのは非常に私はこれはもったいない。これがね、いわゆる沖縄が沖縄でしか担えないことの一つだっていうことで、それはマカオさんおっしゃる通り日本だけじゃないんですよ。東アジアのね軍事的安定のためにもやっぱりこの沖縄にそういった力があるっていうことは非常に重要なことになると思います。まあ、このような感じで、ブロックを、ね、これから入れてどん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 工事を進めてるんですけど、それにやっぱり反対する人たちもいらっしゃいます。トン、なんかこの人たちいつもしかめっ面してて、そうです、サブリナさん地政学ですね。そうですよ、カータンさん、戦略上重要なところでなければ沖縄戦はなかったんですよ。沖縄っていうのはね、今も昔もあのペリーが日本に、ね、あの来た時にもこの沖縄は非常に重要な場所だと思って占領しようと考えてたっていうことを聞いてありますけど、はい、そうですね、マカオさん人生楽しそうには見えないですよね。で気づいてわかると思いますけど若い方は誰もいません。はい、本当にそうです。のらりくらりさん、さっきの、ムール引きは絶対にね、やっぱりこれは当選させていけないような人たちだと思います。いやいや、最高ボタさん多分この時は座り込めっていう歌を歌ってると思うんですよね。ここへ座り込めっていう曲があるんですよ。はい、立ち上がれの曲の別に座り込めっていう曲があるんで、多分それを歌って、面白い TUG さん、ピキピキ団また面白い言葉が出てきましたね、ピキピキ団。いやこれ面白い、これ TUG さん使わせていただきます、ピキピキ団。もう大きな左翼兼ピキピキ団、いやこれいけてますよ、ピキピキピッピキピーのピキピキ団。いやこれは笑えますね。もう特にど真ん中のサングラスのおばちゃんなんかもうもろにピキピキ団っていう感じで、はい、厚志くん多分見てると思います。はい、厚志くん多分上の人たちに怒られてこれはテドコンのせいだってまたひねくれてると思いますんで、私はでもかばってあげてるのよね。はい、そしてこれだけじゃないんですよね。はい、こういうふうにドン、選挙に負けたことを尋ねられると、はい、まだ悔しさが残っていますけど負けていないですからと、意味が分かんない、選挙にねあんだけもう完敗しておきながらまだ負けてはいないと言い張る、これは何が本当おかしいんですよ。カノタンさんクエスチョン、
負けてない、負けたじゃん、負けてるんですよ、負けてるね、意味不明。いやこの人たちいつもそう、ラフターさんいつも怒ってる、ピキピキだ、眉間にね、血管がピキピキと浮き上がる、ピキピキだ、ピキピキだ、謎の弁明。いやいいですね、ピキピキさん。いやこれ絶対面白い、はい、沖縄左翼も面白いんだけど、ピキピキだ、沖左翼が集まるとピキピキ団になるわけですね。今度は奴ら見たときに、お前らピキピキ団だろうって言ってみましょうかね。はい。いや、何に勝ってるんだろうって、多分脳内麻薬出てると思うんですよね。はい。眉間にピキピキ団。いや、本当に。いや、そして、怒り浸透なの、この方もでございます、トン。いや、もう本当に熱心。まさにピキピキ団ですよね、これね。はい。もう若い人が一人もいないという。はい。ど真ん中の五人。いやー、いつもこのスタイル、いつもこの色のズボン、いつもこのシャツ。はい。もうこれをね、ちょっと別な角度から撮った写真がありますんで、皆さんちょっと見ていただこうかと思いますけど。トン。これね、写真と撮られた場所は辺野古なんですよ。辺野古なのになんでね、北中城の人が来てこんなことをやってるんだと。だから八重山日報がこういった集会があっても地元の人はほとんどいないっていうふうに新聞記事書いたじゃないですか。まさにその通り、これが象徴ですよね。こうして辺野古でもない連中が外が押しかけてやってる。違法工事は中止せよと言ってるけど、お前たちがやってることは違法じゃないのかってことですよ。無許可でね、歩道を占拠してテントを立てて、ね、道を塞いで座り込みをする、はい、そして車の前に飛び出る、ね、急ブレーキを踏ます、そんなことをやっててね、自分たちが、ね、違法行為を中止せよなんてよく言えたもんだなと私思いますけど、本当にこの人たち、そうです、もう本当にもう赤い教員の慣れの果てと、もうこれしか生きがいはないんでしょうね、うん、いや石川さん、最高裁まで争ってもそれにとらわれる必要はないなんていう人たちですから、もう本当に何て言うんですか、法治国家じゃないですよ、もう常治国家、人治国家、常治国家ですよ、感情が支配する、まるでどっかの国のような人たち。面白い、ピキピキ仙人、いいですね。ピキピキ団っていうの絶対これ面白いですよね。はい。多分また誰かこのピキピキ団という言葉を使ってまた変な動画とか作るんじゃないかと私思ってますけど、まあでも怒ってる人たちはこの人たちだけじゃなかった。はい、こちらがちょっと真面目な話になります。トン。はい、これ名護市 T マク三原区の区長さんたちが、はい、県庁を訪れてですね、辺野古沖の埋め立て承認撤回を、まあ、要請をしたと。はい、撤回、もう完全にこれなしにしてくれっていうことなんですよね。前は取り消しでした、取り消し、埋め立て承認取り消し、まあ、その時点から後ろのやつはもう取り消せと、とか撤回っていうのはもう一番過去に遡って一番最初から全部ひっくり返そうっていうことなんですよね。いやー、宮さん、私以外はもうすべておばちゃまたちが、はい、湧いております。すごい賑やかに女子会ですね。はい、もう沖縄では女3名集まればかしましいと言われましたけど、もうやっぱり皆さんおしゃべりが大好きですので、私がちょっと大きい声出しても全然問題はありません。ではね、なんでこの名護市の T マク三原区の人たちが、承認取り消し撤回を要請してるかっていうのをね、言いたいと思うんですけど、実はこの辺野古キャンプシュワブについて国が、きちんと保証すると言ってるのは、久米三区、豊原、久志、それから辺野古というね、3つの区、これは基地に隣接をする3つの区に対してさまざまな面で保証しましょうっていうことをね言っています。
実はカータンさん、これ地元じゃないんですよ。地元じゃない、これね、まずこのティーマック三原区っていうのがどこにあるのかっていうことをちょっと、お見せしたいと思いますけど、今政府が言っている、いわゆる地元として政府が認めている、久米三区、さっき言ったように豊原、串、辺野古、この三区とは全くね、距離も離れたところにある、この区の方々がなぜこのように反対ということでわざわざ押しかけてきたのか、これ私なりにちょっと推測をしたいと思います。はい、実はこの辺野古の、この新滑走路、このような形で辺野古のこの岬を、と海域をね、まあ、両方使う形で V 字型の滑走路が作られることに、なっております。でこの滑走路の、ちょうど左側に見えるたくさんの建物があるのがキャンプシュワブ、はい、キャンプシュワブですね。そしてそのね、ずっと左側にあるのが辺野古の集落なんですよ。はい、基地から非常に近いところですよね。じゃあこのね、今講義に来たティーマっていう、村落はどこにあるのかっていうことは、あの Google Earth で示しますとこういう感じになります。トン、はい、下の、黄色い大きい丸が今の辺野古の、新滑走路を作ろうとしている地域であります、はい、そしてちょうど沖縄、あの高専っていうのがあるあの辺りがちょうど辺野古の集落でありまして、非常に近いですよね、はい、基地から滑走路からも近いところになります。そうです、対岸にあるあの丸をつけたところなんですよ。はい、だからね、私あの前からこれあの責任ある方々に提案をしています。あの対岸とはいえ目の前にやはりこういった滑走路が、できるっていうことは、その対岸の方々に対してもですよ、何らかのやはり、影響は出るから、この串三区と、ね、同じように、きちんとやはり、手当てをしてあげたらいかがですかっていうことを私は申し上げてきた。そして自分があの昨年の、参議院選挙の公約の中にもこれ入れたんですよ。私はあのこういうアイデアを出した。普通こういった埋め立て地っていうのは、基本的に国有地になるんですよね。国有地、それをね、あの私は一旦埋め立てて国有地としてあのできた後、それを県に移譲すると、県に移譲をすると、そこは県有地となります。はい、県有地ですから、あの県有地を、まあ、基地が借り上げるっていう、防衛局が借り上げるっていうことになれば、毎年、それなりのやはり賃貸料が発生するんですよね。その賃貸料をですね、私はこの久米三区、基地に隣接をした久米三区ではなく、その対岸、この滑走路がね向いている対岸の今言ったようなティーマとか、はい、いろんなあの集落がいっぱいあります。そういったところに人口割で、あの毎年交付して、その地域で使い道を限定しないで、例えば、子どもたちのね返済不要の奨学金に使ってもらったり、老朽化した公民館を直したり、給食センター直したりとか、そういったことに毎年毎年活用してもらったらいかがですかっていうことを私は提案をした。はい、だって財源がないとできないじゃないですか。でこれであれば、このアイデアだと、この埋め立てをしたこの土地そのものが県民の財産となる。でそこからあの発生する、いわゆる賃借料っていうのが、その地域隣接する、久米三区、そして対岸のこういったティーマを含むいろんな地域に人口割で交付をされ、それをね、その地域で例えばもうたくさんの花を植えることをやったり、老人センターシルバーの方々これで雇ってですよ、あの花いっぱいの街づくりをしたり、もうとにかく用途は限定しない。はい、それが毎年やっぱりね、毎年交付されるとなったら皆さんどうですか。
非常に私はこれね画期的なアイデアだと思ったんですよ。はい、財源も確保できる、そしていわゆるその基地があることでその周辺が非常にね活性化をしていくっていうねことにつながる。昨日私が見せたあのフリップで与那国が自衛隊が来ることによって非常に活性化して税収が増えてで給食費が無料になったっていう話がありましたよね。それをねさらに飛躍させたいわゆる国有地の県有地化、つまり国がね土地を造成して国のもんだっていうんじゃなくて国が造成はするけどそれを県にそのまま移譲しますと、でそこから生まれ出る、いわゆる軍用地料賃借料はその地域で人口割で平等にあの交付してくださいというより、そうすればどうです、皆さん反対運動っていうのはどうなると思います？私は一気にやっぱり沈静化すると思うんですよ。今こういったね、まるで大きな丸で囲った、滑走路の新しい、ね、滑走路のエリア、それのすぐ対岸、飛行機だとここまでほんの数十秒ですよ、数十秒。そこがね完全にやっぱり置き去りにされてきたっていうのはやはりこれはね、国の施策が私は相当やっぱり間違ってたっていうか手が回らなかったと思ってます。結局じゃあどうなったかというと、その置き去りにされて負担だけ押し付けられると言ってこの地域の方々は煽られてしまって左翼の巣窟みたいになってるんですよ、この地域、対岸の地域すべてがね。それってね基地の安全な運用っていう点からすると非常に私はデメリットが大きいと思ってます。それよりはきちんとね毎年その財源を生む、資産をここに構築をしてその地域地域が潤うように、そして人口に割で本当に平等にですね、はい、トータルが例えば5000人だったら5000分の1700は、辺野古区に、5000分の、600は、久志区にと、はい、そういうふうにどん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 やっていけばいいんです。ちょうどねあの丸印がついてるところに、今の、天皇陛下が、皇太子時代に沖縄に来ましたよね、ヒメール島の火炎瓶事件、その時に途中の白銀堂という病院の上から、当時皇太子で荒らせました陛下の車に角材とかスパナを投げた、ね、方がこの辺りに住んでいます。そして名護市議になっています。だからね結局はそういうその地域地域の方々が俺たちは全然負担だけ与え負担だけで何のメリットもないんだっていうことを散々に耳にタコができるほどやっぱり聞かされて反政府、ね、反日反米になってってるんですよ。だから私はこれはぜひね政府は今からでも遅くない、きちんとねこれ施策としてやって未来永劫をですねここにその基地がある間はその地域はきちんとこういったもんで潤いますよと、で使い道も限定しないのでその地域独自の、ものに使ってくださいっていうことで、そうすればね地域の活性化にもつながるんですよ。うさこさん本当の話です。これ名護市議テロリストと検索すればすぐ出てきます。で沖縄の新聞これ一切報道しなかった。でもどうですか皆さん、面白いアイデアじゃないですかね。ここを、国有地から県有地に変えて、そこから発生する賃貸料をその基地に隣接する、いわゆる小さな行政区、そういった行政区の人口割で交付をして、これで地域の活性化にやっぱりつなげていくっていう、あ、マルコさんこんばんは、こでございます。そのようにやれば今みたいなね反対運動がこんなに燃え広がることは私なかったと思う、ね、私がまたこう言うと金で魂を売るのかとそういったふうに言いますけど、じゃあね反対運動をね散々に煽ってる共産党とかオール沖縄が煽って煽って煽ってそこで
結局そういった事業とか、ね、軍用地が返還されたら保証しましたか、ね、基地を返せ返せ返せと言ってて、ね、名護市のある地域では防衛局からじゃあもう返しますということで軍用地が返還されたんですよ。すると今度は返すなって文句言いに行った。なぜ返すのかというと、そこは返されても使い道のないところだからそのまま使ってくれと。こんな虫のいいことをね、そうマカオさんその通り、返そうとすると文句ばっかりですよ。そして反対運動がね不毛な結果を生んだっていうのは、沖縄本島北部の本部町にある、本部飛行場、そこもね自衛隊が、レーダー基地を作るっていうことでかなり力を入れて調査までして、実際もう実現寸前まで行ったんですよ。ところがそこに押しかけたいわゆる革新、まあ、共産党、社民党、当時はまあ社会党ですね、はい、民社党とかそういった左翼の連中が地元の人たちを巻き込んで大反対運動を起こした、ね、再びここを戦場にするなと、軍隊が来れば戦場になると、ね、この戦争に痛めつけられた沖縄の人たちの心をうまく利用して、結局は国はそれを断念をした。断念をした途端、そこで反対運動を主導してた人たちみんな消えていなくなったんですよ。残されたのは使い道のないコンクリートの滑走路、そこに空っ風が吹いてるだけ。はい、そうですね、マカオさん、読谷飛行場も返せ返せ返せと言って返したら、今道だけができてほとんど利用されてないですよね。はい、でここにUSJ とか呼ぼうという話もあったんだけど、いわゆる反米反日、はい、そういった人たち、そういった人たちが多いっていうことはやっぱり企業も二の足を踏むんですよ。だから結局どこの企業も来ない。だってね、気に食わんことを言ったり何か発言したり行動を取ったりしたら入り口に集まってピケでも払えたら合わないじゃないですか。そんなリスクがあるようなところに企業来ないですよ。はい、そういうふうになってしまう。だから反対反対っていうのは本当にね無責任なね、責任を取らんでいい本当に無責任な、活動だっていうふうに私は思っています。反対するのはいい、だったら対案を出せということなんですよ。だから私はこの辺野古の新滑走路建設について、この埋め立てについて私はきちんと自分なりに考えてやった結論っていうのが、国有地から県有地化、県民の財産としてそこから上がる賃貸料をその向かい側にある沿岸の行政区、そして辺野古のね、あの区市、豊原の3区人口割で平等に、もうどこのね行政区の平等に交付する、多いところには多く交付する、少ないところにはそれなりに交付するといった感じでね、平等に毎年交付をして、その地域の活性化につなげていただく。用途っていうのはもうとにかく地域活性化に使ってくださいと、はい、ということでよかったんじゃないかと思います。まあ彼らにそういったことを言うと、ボギーは金で魂を売るのかと言いますよ。違いますよ。私はね、国有地を県の財産にしようって言ってるんですよ。ね、そうですよ。金で釣るんじゃない。国有地を県の財産にするのがなんで金で釣ることになるんですか。とんでもない話ですよ。そしてそこから上がる賃貸料を人口割でその沿岸部、そして串山区の方々に平等に交付をして地域活性化に役立てていただける。その用途としてはもうね、公民館建て替えたり、ね、街灯をつけたり、その地域での、老人ご老人たちの、ね、旅行の方に使ったり、はい、いろんなことに使えると思いますよ。はい、そうですね、面白いですね、白洲わかめさん、まあ、そのような形でやるっていうのはこれね、まさに画期的なやり方だと私は思ってますし、そういったことをきちんとやっぱり根拠をつけて提案するのが政治じゃないですか。政治黙っててね、何も黙ってて票にならんからってそっぽ向いたり
ね、家中の栗を拾うと大やけどして利息をなくしてしまうとか、そんな言ってね、背中向けてるのが政治じゃないんですよ。反対反対と言ってる人たちがいるんであれば、それを納得させられるだけの提案をして、逆にギャフンと言います。それが政治だと思ってますし、まあ、これは自分の持論としてね、今後もやっぱり主張はしていきたい。はい、それが結局は県民の財産となり、そしてそのね、基地をね、引き受けたこの沿岸部、そして串3区の方々に対するきちんとした思いやりになるというふうに私は思ってますけど、皆さんいかがお考えですかね。ちなみにこの上の丸をつけてるところがありますけど、そこに共産党が、確か1000坪でしたかね、共産党が土地買ってますよ。土地、共産党が広大な土地をあの辺りに買ってます。いやーすごいですね。何に使うつもりなんですかね。はい、まあこのような形で、まあ私たちの見えないところでいろいろ動いてる。私はね、やはり、この自分は政治家ではありませんけど、やはり政治を志す者の一人として、やはりこうした沖縄県民のメリットにもなる、そしてその国防のね、一環として安定した基地のね、供与提供ができるような環境づくりということで、このような案を出しました。はい、それをね、受け入れてくれるくれないはもう今バッジをつけてる人たちの考え一つになると思いますけど、まあ、これはね、ぜひご検討していただきたいと思っております。まあ、このように、はい、私はいつもふざけた話もするんですけど、ピッピキピッピキピーとかね、はい、レモン食べて顔しかめたりするんですけど、時々こういった真面目に語る時もあります。まあ、でも国有地の埋め立て地の、県有地化、そしてそこから上がる賃貸料を、その基地に隣接する対岸やその近隣の行政区に人口割で交付をし、地域活性化の原資としていただくっていう案、ぜひ皆さんも、検討していただいて、これはいけるなと思ったらやっぱ応援してほしいなというふうに私は思っています。まあ、よくね、国有地をその県や市に無償提供するってよく聞くじゃないですか、国がね。できんことはないんですよ。だから私思います、役人は政治家に何か言われたらできない理由を探すんじゃなくて、できる方法を考えろと。それがね、私は官僚の責務だと思ってますし、やっぱりそれを刺さられるぐらい政治家がもっともっと勉強をして、リーダーシップを持っていかないと、いつまでも日本は官僚に、ね、コントロールされた国になってしまう。もう官僚が準備したものをね、もうただ棒読みするような政治家、まあ、そういったのはやっぱり今後ね、淘汰されて、本当に自分の言葉でガンガン言葉を紡いでいく人たちがやっぱり出てこないといかん。まあ、私がそうですね、尊敬してる政治家といえば、まあ、安倍総理は当然菅官房長官もなんですけど、山田博先生とか、あと長尾隆先生とか和田先生とか、はい、維新にもいますよ。はい、まあ、民進党、共産党と社民党には誰一人いません、そういったのはね。はい、あと、なんとかの生活が第一っていう党にもいません。はい、本当のね、国士と言われる政治家は数少ないんですが、まあ、彼らが力を持った時に、まさにこの日本の再興っていうのがね、本格化していくんじゃないかと思ってまして、その時に私も何らかのお手伝いができればなというふうに思っております。はい、ということで今日のボギーチャンネルもう ゆきとさん難しいこと聞きますね。石破先生なんて、いや、すごい先生ですよ、石破先生もね。はい、ヌオさん、猫の生活が第一、ゲル、もう皆さん、山本太郎もやっぱりダメで、ダメダメ、あれはダメです。ハロドさん、ニラありがとうございます。という感じで、今日は、この辺野古新滑走路の埋め立て工事再開と、それと地域の方々の反発をどう、解消していくかということを提案をさせていただきました。まあ、時々このような真面目な話もさせていただきますので、ぜひ皆さん、これ一つの、まあ、ネタとしてですね、
考えていただければなと思っておりますということで、今夜のボギーチャンネル、非常に賑やかなおばちゃんたちに囲まれての50分、最後までお付き合いくださりまして誠にありがとうございました。では明日はどんな、そうですね、ちっちきちじゃなくて珍相談でもなくて何でしたか、はい、パヨパヨ談でもないし、うん、まあ、そういったまた話ができればなと思っておりますということで、今夜の放送、これにて終了させていただきます。ぜひ皆さんもいいアイデアがありましたら、また番組の中でお寄せください。明日はまた木曜日ですので、ラジオ放送の方もあります。はい、皆さんのコメントをどん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 またラジオの方で流しますんで、また、非常に有意義な、はい、県民に対してのメッセージなどもどんどんお送りしていただきたいと思います。ということで今夜のボギーチャンネル、これにて終了させていただきます。皆さん最後までありがとうございました。これから私はティータイムでございます。